イレブンシスは、イギリスや英連邦王国の一部地域で朝に行われる、軽食習慣である。一般的にブランチほど塩味の効いたものが出ることは、なく、ケーキ及びビスケットコーヒー、または、紅茶のセットを取ることもある。イレブンシスという名前は午前11時に行われる、ところから来ているが、この話はやや時代遅れとみなされている。コロンビアでは、ラスワンセズという、 似たような習慣がある。チリの人々の間でも同じ名前の習慣があったが、現在は行う時間帯が午後にずれ、イギリスのティータイムに近いものになってしまった。オーストラリアやニュージーランドでは、モーニングティーとか、スモコと呼ばれており、小学校では、リトルランチや、プレーランチと呼ばれている。モーニングティーと異なるのは、ケーキや、ペーストリー、ラミントンやビスケットをつまんだり、 コーヒーだけということがあることである。オーストラリア海軍ではモルの S として一般的に知られている。クマのプーンさんはイレブンシスの時間に蜂蜜を塗ったパンと練乳を準備する。中津国では第二の朝食に付け加えホビット族がこの時間帯に食事をする。またクマのパディントンはポルトベロロードにあるミスターグルーバーの経営するアンティークショップで イレブンシスを取り、グルーバーはいつもパディントンの悩みに対するアドバイスを与えている。ハーマンウォークの小説、ドンとストップザカーニバルの中にイレブンシスという単語がたくさん出てきている。この小説の中で様々な登場人物たちが楽しくイレブンシスという名前の食事をするが大抵アルコール飲料がつく。ラングイレブンジズには 大抵ジョニー・ウォーカー・レッドレーベルがつき、参加者は午後1時までに騒がしくなりがちになる。アフタヌーンティーの時間を過ぎたと知ることもある。ハーパー、ティモシー、パスポート・ユナイテッド・キングダム、ユア・ポケット・ガイド・ツー・ブリティッシュ・ビジネス、カスタムズ・エチケット、ワールド・トレード・プレス、ISBN18 億8507万3283、ハーパー、 ティモシー、パスポートユナイテッド・キングダム、ユア・ポケット・ガイド・ツー・ブリティッシュ・ビジネス。カスタムズ・エチケット、ワールド・トレード・プレス、ISBN 18億8507万3283、コリアー、サイモン、エイ・ヒストリー・オブ・チリ、1808-2002、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ISBN 0521534844。ありがとうございます。